様の本番の日でございます。今日もね、カラコンしてます。マイクがね、マイクが中に入って おりました。今、開けました。もうすぐで、本番前のランスルームがあります。はい、あります、はい、ネイルも飛ばしてますけど、私は今日ちょっとベージュのピンク自分で選びました。すごい。イエイ、リハーサルランスルー頑張りたいと思います。はい、ミニを守ってくれる SP みたいな。あ、スノーが知ってるくるわ。ちょっと嫌よね。なんかね、ハブは嫌だよね。気持ち的にちょっと、ね、気まずいこと。じゃあ頑張ります。頑張ってきます。こっちがまず、リオに、これリオのやつなんですけど、セブンティーン先輩のパクスをカバーする時の衣装です。これここでボタンになってて、これを脱いでクラップクラップをやるって感じなんですけど、今回初コラボということで、すごいかっこいい、ちょっと男の子っぽい、そうそうそう、めっちゃいい感じ。私本当に雪の花のステージがめっちゃ好きで、これめっちゃ簡単なんですよ。超かわいい。このボタンとこのボタンとジッパーさえやれば切れます。すごくないですか。これが私ので、ミンヒのなんかドレスみたいな、はい、私はちょっと短いバージョンで、ミンヒは長いドレス。全部重い、こっちの重いよね。結構違いがあります。意外と私、雪の花が韓国語なので。そうだね、みんな韓国語バージョンだった。私が韓国語バージョンもう緊張たくさん。恥ずかしい曲だしね、これ。私ね、意外と初めてなのよ。私、歌わなくて、帰ってきた時に東京合宿、ほぼみんな歌ってたから、ほぼみんな歌ってました。ミヒはもちろん歌ってて、日本にも、日本にも、他の参加者もみんな歌ってて、私たちはだんだん、そうそう、先輩の。なので皆さん楽しみにしててください。あと、もう本番まで、始まるまで2時間ぐらいの、あとレッドカーペットまであと本当に1時間もないないね、もうすぐ行くんですけど、今日も頑張りたいです。はい、カーペット頑張って本番も頑張ります。今レッドカーペット何分前だろう。レッドカーペット30、40、40分前でございまして、今からフラッシュいっぱいのレッドカーペットに行くんですけど、緊張します。私レッドカーペットあるあるなんですけど、レッドカーペットとか記者会見とか笑えなくなっちゃうんですよ。口が震えるんです、こうやって。みたいな、慣れないです、辛い。と見せたいものがあって、このズボンってこのキラキラがついてるんですよ。でこのキラキラってやっぱり下がっちゃ落ちてきちゃうんですよね、固定されてないから。だからなんと魔法の透明の紐で上から吊りしてるんです。ここから透明の紐を渡って吊りしてるんです。すごくないですか、今の技術。吊るしてるんですよ。もうクリスマスツリーのデコレーションみたいになってます。素晴らしい。無事上に上がって、すごいね、マジックみたい。マジックでしょ、絶対見えないじゃん、こんなの。見えない。頑張ります。はい、今レッドカーペットから帰ってきたんですけど、韓国語で のコメントを言うところがあって、もうすっごく緊張して、もう始まる前までディマに確認してもらったりして、すごく緊張してたんですけど、噛まずにちゃんと言えたので、もうホッとしてます。今もう終わった瞬間にもう腰がこう抜けるぐらい、もう今ホッとしてるので、よかったです、ちゃんと噛まずに言えたので。次の時は9人で出れたらいいなって思います。でも本当にリクも今すっごく元気なので、早くリクと一緒に9人でパフォーマンスしたいです。いや、もうちょっと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 
肩振りね、自分に聞いてる人若いんじゃない1歳しか変わらんけどな。あ、私これあの自分のハードル上げるために言ってもいいですか。ここのパン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 ガッ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 のこのガッガッガの時にこのあのこうなっちゃうんですよね。こう力がないとこうなっちゃうんですよ。こうガッ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 、おおお、昨日これを集中的に4スープしてた。でも音楽ママへ JYP 선배님들이계셔서조금안안심하는마음도좀있어요멤버들나올게요네하나둘셋미니즈안녕하세요니즈입니다오늘잘부탁드립니다감사합니다우리도둘셋어린다섯안녕하세요이즈입니다너무예뻐요すごく盛り上がってたので若干センター外れるわ。その盛り上がりが欠けないように頑張らなきゃなって思うと緊張しました。今まで通りやれば大丈夫だと思います。あったかな。こうやって最初にこのステージをこのアーティストの席で見させていただいてからの舞台なんでめっちゃ緊張します。会場にいる NiziU の皆さんもそうなんですけど、まあ、ママのママアワーズを見に来てくださった皆さんも、あと動画とか TV 台で見てくださってる皆さんも一緒に楽しめたらいいなって思います。활동도잘할수있도록열심히하겠습니다감사합니다